皆さんこんにちは、金崎さん、久保さんです。今日はですね、某県某所に来ております。今日はこれからこの素晴らしい里山でね、ゲンゴロウの撮影をしていきたいと思います。ゲンゴロウね、あの波源ですよ、波源、普通の、 あの大きいゲンゴロウです。久々ですね、波源取り扱うのも。せっかくね、いいとこ来たので。で、この地域はですね、ちょっと離れたところなんですけども、そこはね、昔から僕があの調査していた地域なんですけども、今いるこの場所、この辺一帯はね、まだ来たことがなくて、ゲンゴロウいるかどうかはまだ分かんないんですけども、多分まあ近くには、隣の地域にはいるので、多分いるんじゃないかなと思うので、まあ新しい場所を見つけるっていうのも合わせてちょっと撮影していきたいと思います。じゃあ行ってみましょう。ゴー。今ね、今すごいですよ、これ。僕の肩に、こいつがね、止まってきた。自ら。止まってきたからね、ふって網振った、取った。いて、噛まれた。いて、ちょっと待って。これは、日本一大きいサナエトンボ。コオニヤンマですね。自ら止まりに来ましたよ。佐野さんのことが好きなんでしょうね。よし、やってみますか。よし。さあどうだ。あ、黒ゲンゴロウのうちいますね。これです。これ、ね、黒ゲンゴロウのうちです。まだ二例だね。よし。これはあの黒ゲンゴロウですね。この幼虫、黒ゲンゴロウのうちです。これも集例だ。結構育ってますね。黒ゲンゴロウ。あ、これ。これは粒ゲンゴロウです。ピョンって今跳ねましたね。跳ねの特徴。神奈川県では絶滅種なので、神奈川ではかなり貴重なんですけども、この地域では結構普通に見られます。はい、という感じでね、ざっと今こんな感じですね。これ水カマキリね。これ黒ゲンゴロウ。これコガムシ。これが、まあ、ひっくり返ってヒメゲンゴロウね。これね。で、これが、これコシマゲンゴロウ。オオコイムシ。黒ズマメゲンゴロウ。これね、これ。というような感じです。ざっと。あ、水カマキリ逃げてった。はい。じゃあもうちょっと探してみたいと思います。じゃあこいつら逃がしてあげるか。しかしね、めちゃくちゃ暑い。神奈川のね、数倍暑いです。もう汗ダラダラですよ。いや、ちょっとね、じゃあまた他のところに行ってみたいと思います。今度はね、こういう池を見つけました。樹林の中の池ですね。まあ、ゲンゴロウはね、こういうとこあんま好きじゃないので、いないと思うんだけど。まあなんか特殊なゲンゴロウとかね、あのヒメケシゲンゴロウとか、そういうのがこういうとこはいるかもしれない。こういうとこが好きなゲンゴロウはね。おおー、すげえ、見てこれ、黒山椒魚の妖精です。ほら、でかめちゃでかいな。すごいね。おお、でかいですね、黒山椒。ほら、この指と比べればわかると思うんだけど、これなんかもうお腹パンパンだよ。太っちょちゃんじゃん。うわ、かわいい。今、農家の方に挨拶したら、横浜ナンバーなので、車がね、そんな神奈川から何時に来たのって驚かれました。まあ、普通そうだよな。そんな虫なんか取りに来たのみたいな。驚かれました。で、今度見つけた池はですね、あの、ヒルムシロと皮脂がある池ですね。ここもね、いそうだね。ゲンゴロウね。ちょっとじゃあ、すくってみたいと思います。よし、行きまーす。よいしょ。あ、ちょっと網入れにくいな。さあ、どうでしょう。こういう虫はいっぱいいるけどね。よいしょ。まあ、ゲンゴロウ入ってないね。でかたにし。あ、これはあれか。あの、ルリボシヤンマのヤゴですね。お、これは。お、出ました。ナミゲンの幼虫。二例幼虫だ。あ、じゃあ幼虫がいるってこといるんだ。いますね、ここは。ナミゲンゴロウの幼虫です。いますね。ちょっともう一度探してみますか。というわけで、今日はね、もう着いたのがそもそも4時ぐらいだったので、
まあ、波際に幼虫しか取らなかったので、また明日、ちょっと時間があるので、探してみたいと思います。今日はね、この後、ライトトラップをやるので、ライトトラップ編の方は、他の回で見ていただければと思います。じゃあ、ライトトラップしながら、カツ丼食べながら、待ちたいと思います。いやー、だいぶ暗くなってきましたね。今、7時6分です。なんか4月も下旬になってちょっとやっぱ日が短くなったよね。夏至も過ぎたことだしね。いや今日は一人でここで車中泊です。なんかね、宿に泊まるのもいいんだけど、結構僕ってどこでもどんな環境でも寝られるので、ぶっちゃけなんか車中泊の方が楽だったりもするんですよね。なんかもうフィールドのすぐ近くで寝られるし、それこそ夜とかすぐ歩って虫取りにも行けるし、だから結構車中泊好きなんですよ。テントとかもでもいいんだけど、テントなんかこう広げたり片付けたりするのがめんどくさくてね。だから本当は横になって寝た方がいいんでしょうけど、でもまあテントでも車中泊でも感覚的にはあんま変わんないなって感じなので、だいたいいつもこんな感じで車中泊しちゃいますね。まあたまにはね、こう一人旅もいいっすよね。たまにはでもないか。この間の対馬も一人旅だったけど、一人旅は結構僕好きですね。本日2日目であります。そこにね、チョウトンボが飛んでますね。コナギの急行電です。はい、という感じで、今日もねあんまり時間ないんですけども、ゲンゴロウ探していきたいと思います。めちゃくちゃいい池ですね。よいしょ。ミクリと皮脂がいっぱい入ってます。今地図上に池があったので入ってきてみたんだけど、もうなんか使われてないね。道がね、一応下コンクリなんですよ。だけどこの通りもう廃道とかしてますね。昔は軽トラとか入れたんじゃないかな。だけどこれがひどいわ。昔は田んぼとかあったんだね。あ、なんかミラーの跡がある。ってことはやっぱり昔はこう、道だったんだ。この辺に池があると思うんだけどな。田んぼは一つもないね。もうキートトンボが飛んでるので、近くに池があるはずだと思うな。キートトンボって、そこまで池から離れないんですよね。見せるって時も。どっち行くんだろう。こっちかな。よっ。よっ。ひでえな。へえ、いけねえぞ。一応地図上ではここが池ってことになってるんですけど、もう池がないっすね。ほら完全に乾いちゃってますね。でも足とかあるし、水がジョボジョボなんか流れ込んでるので、昔は池だったんでしょうけどね。イノシシのヌタ場だなこれ。よいしょ。主が来てるんですね。でもね、キートトンボがいるからな、もうちょっとまとまった水があるんだと思うんですけどね。ほら、キートがいるのでね。いった。半ズボンで来た。失敗した。お、昼むしろ。あ、池あるじゃん。あ、めっちゃいい池だ。うわ、めっちゃいい池じゃん。あった、池。池ありました。すごいいい池。ヒルムシロだ。ヒルムシロの池です。あ、こっちも。あ、やっぱね、キートトンボの本拠地がありましたね。ここですよ。あー、すごい。でも、繊維が相当進んでますね。もうガマがこう、はびこって、開放水面ほとんどないもんね。いやー、ヒルムシロがあるっていうのはまたいいね。ゲンゴロウいそうだな。ちょっと暗いかな。ありました。ナミゲンの幼虫。ナミゲンのうちはね、黒ゲンと違ってね、黒くないんですよ。黒っぽくないんじゃない、あんまりね。はい。でも、二例だね。二例幼虫です。この黒山椒、でか。こんなでかいよ。やば。すごいね。はい。これ、ヒメケシゲンゴロウかな。ヒメケシゲンゴロウっすね。あ、普通消しちゃった。すいません。最近減ったよな、ケシゲンゴロウも。ここにもいる。お、すごい綺麗だな、こいつ。すごい模様ですね。なんか変わった模様してる。珍しい、この模様。です。
うん。あとね、あの、黒ずまめゲンゴロウとか、小粒ゲンゴロウとかね。これ小粒ね。小粒ゲンゴロウ。あと、粒ゲンゴロウとかね。ちっちゃいのも結構いろいろいますね。リボシヤマのヤゴですね。もう終例ですね。大きくなってる。しかももうシガが膨らんでるからもうすぐ浮かしますね。リボシヤマこっちもいるね。これまだちょっとちっちゃいから。あ、終例か。っていう感じかな。はい、というわけでお疲れ様でした。結構頑張ったんですけども、ゲンゴロウの幼虫しか取れませんでした。成虫は取ることはできませんでした。いやでもね、まあ、初めての場所だし、あとはまあ時期的に幼虫しかいないっていう感じでしたね。まあ、場所によっては1年中いつ行っても成虫取れるところもあるんですけども、この地域はね結構あれだね、6月7月8月初旬ぐらいまでね幼虫しか取れないっていう感じで、8月の終わりとか、あとは9月に入ると成虫がこういっぱい出てくるっていう、まあ、そういう地域なので、まあまあしょうがないかなっていう感じでした。はい、というわけで今日はゲンゴロウを、探してきました。じゃあ皆さん引き続きチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあバイバイ。